はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第112回でございます。で、今回のテーマは、11月以降の撮影について。で、あと、サブテーマで、一緒に勉強しようぜ。かっこ仮について。と、10万人記念イベントの締め切りは、明日の23時59分です。と書いてあります。で、ちょっと今日申し訳ないんですけど、えっ、ー、と、自分今一人じゃなくて、家族がいる状態でちょっとダラダラジオを撮っているので、えー、声が入ると思います。特に息子の声が。と思うんですが、ちょっとご容赦ください。 で今日は、えー、こっちからのもう報告だけです。であの、手短に済ませるんですけど、できればちょっと聞いていただけるとありがたいです。あの、このあと、ただ11月以降ですね、ちょっとこういう感じになるっていうのをみんなに知っておいてほしいので、あの、さっと済ませますんで、ぜひ聞いてもらえたらと思います。よろしくお願いします。じゃあ、いきましょう。で、えっ、ー、と、もう結論から言うとですね、11月以降、えっ、ー、と、勉強動画ですね、の撮影のアップの数が減る可能性が高くなります。 で、えっと、結論から言うと、えっと、理由を話していくと、今現在、基本的には1日1本、最低アップできるように計画,だ計画をね、立てて撮影をしております。ちょっと昨日ね、土曜日、アップできなかったんですけど、なんですが、どのぐらい減るかは分からないです。で、その理由が、11月、もうちょっと始まってるんですけど、11月からですね、本格的に新しいちょっと仕事が始まります。 でそれが何なのかはちょっと言えないものなのでまだ、えー、と皆さんに告知できるのはおそらく3月ぐらいなのかなと思う3月4月だと思うんですけど、えー、そこのあるものをちょっとやる仕事がありましてそれが11121がピークなんですで特に1112がもう本当にスケジュールをもらったんですけど恐ろしい本当に、ね、びっくりするぐらいに ちょっときついスケジューなのでえっとまあ契約をしてやる仕事だから手をもちろん抜けないですしでそれ、ね、自分の夢の一個だったので夢がうまくいけばとかちゃんとできれば叶うものでもあるので、まあ、ちゃんとやりたいとねで、まあ、それにあたってできる限り上げます一日一本上げれるようにできる限りやっていくんですけどもしかしたらあれ今日アップされてないなとか ちょっと日が空いたなとかいう日がこの11月、12月もしく、も,もしかすると1月もですけどに、えー、起こる可能性がありますのでちょっとそれをぜひ皆さんにね知っておいてもらいたいと。で、これはまだ未確定なんですが今リクルートさんのねえっ、ー、と勉強サプリで自分英語の講師で参加させてもらってるんですけどもしかしたらこれはねまだわかんないんですけどもしかしたらそれの撮影も12月とかから始まる可能性があるんです。これはまだ可能性なんで だから、その新しい仕事プラス、そのね、撮影もね、めちゃくちゃ忙しいのね本当に。だから、それがかぶった場合、またその時は話す。リックドッグさんの、もし決まった場合ね、また話すけど、あの、そう、でも、蓋を開けてみなきゃわからない、正直。本当にわからないんで、実際にその新しい仕事、やってみたら、意外と回せると。時間を動画の方にも避けるっていうことであれば、ちゃんとやる、もちろん。 あの自分にとってはここの YouTube のこのとある男が授業をしてみたっていうこのチャンネルが何て言うんだろうスタート地点であって何て言うかなちょっと言い方おかしいかもしれないけどちょっとふるさとみたいな感じなのねここをおろそかにしちゃいけねえの自分の中でそうけれど言ってることでやってることが違うじゃんと思われる方もいるかもしれないんですがそのバランスがすごく難しくって自分の夢のためというか ここだけでとどまっていくわけにもいかないので新しいとこにいろんなとこに飛躍していけるようにそのステップアップの一つとしてこの新しい仕事をね今回やらせてもらうことになったのででその3月4月に皆さんにお披露目できる時に「ああこれやってたんだ」って「ああすごいっすね」って思ってもらえるものにしたいその時にみんなにお披露目して「えこれ何すか?」みたいな「あーこれのために動画の時間割いたんすね」みたいな。 感じで思われれたらそれこそこ本末転倒だからだからちょっとねあのやるって腹くくったんでそっち頑張りますんででもちろん何度も言うけどできる限りは咲きますそうだから実際もしかしたら「俺って何かドラドラうちであんなこと喋ってたけど普通に上がってねみたいな風に思われるかもしれないそしたらそれはそれで OK だと思うしそうだからまあそんな感じになりますのであの頭の片隅にでもね置いておいてくださいよろしくお願いします で、えっ、ー、と、サブテーマも今回ちょっと大事で、そのね、上の、一緒に勉強しようぜ、カッコ仮についてです。で、これはですね、えっ、ー、と、ふと俺が思いつきでちょっとやりたいと思って、今度やろうと思ってるんですけど、えー、日時まだ未定です。できれば、ツイッターの方で確認していただけると非常にありがたいんですが、そっちで告知しようと思ってるので、あのー、単純なことなんですけど、YouTube ライブ、もしくはツイキャスです。どっちか。 えっと、YouTube ライブの場合は5分5分じゃないや何分かのタイムラグが起こるのでタイムリーなやり手はできないんですけど単純に自分が、えっと、今回版、まあ、書作る時も勉強しますけど新しい仕事でちょっと勉強しながらというかその結構こう書き物の、ね、作業も結構多くなるものなのねでそれをやるにあたってこう例えば自分が、えっと、顔を出した状態、まあ、画面で映った状態普通に勉強してるだけです みんなに授業するわけじゃないです。ごめん。みんなに授業するわけじゃないんだけど。勉強してるので、その時間、こう、みんなもオンラインでつないでね、携帯でもけあの、パソコンでも構わないです。そう。構わないんですけど、一緒の時間でちょっと勉強しようぜ、みたいなのをやりたいんです。で、これは、みんなにとってプラスかどうかはわからないんです。で、ただ単に自分にとってプラスなのは、みんなが同じ時間に勉強してる、で、頑張ってる人とつながって、自分も集中して仕事をしたい。で、みんなも、例えば、 俺がね、何かするわけではないけどこう,こうまあ画面を通してね配置っていつもねこう一応動画を見てくださってくれてる動画をそのなんだ、喋ってる人間が映って何かを真剣にやってるところで同じ時間を共有できたらちょっと勉強を集中できてやれることになるのかなってなんかちょっと携帯いじるのやめようとかって思うきっかけにもなるかなとかこれねもしかしたら一回きりの企画になっちゃうかもしれないんですけどちょっとそんなんをやりたいなと。 思ってますので、かなり見切りはしたではあるんですけどひとまず平日の夜えー、とね、7時から9時7時から9時の間の1時間ぐらいか、えー、10時以降の1時間ぐらいとかをちょっとやってみようかなと思っております。はい。なのでで、もしちょっといい感じにねこう人が集まったりとかなんかみんながこうねいいですねとかってなるようだったら例えばえっ、ー、とまあ YouTube ライブだと、えっと、タイムラグが起こってしまうんですけどメール直面でねアドレスがあるからさそこに分かんない問題をしゃべって送ってもらったら1回の放送で1問だけその質問に答えるとがこう自分で書いてるからさその問題見てこう書いてこうやってやるんだよとかってここがポイントでとかっていうのを生でやるのもちょっと面白いかなと思っててでも基本的には勉強を教えるんじゃなくて同じ時間に一生懸命何かやろうっていう。 俺は仕事をやるので、その時。仕事か版書を作るっていう作業をやるので、みんな、その、なんだ、問題集やるのか。もちろんね、バイト携帯でツイキャス繋ぎながら自分の動画を見ることもできると思うから、そう。なので、う,うまく使ってもらえる時間が、もし提供できるようだったら、いいなと思って、一つまずやってみます。でもさっきも言ったように、えっと、ツイッターで基本的には、何時えっと、何日の何時にやりますみたいなことを言うので、ちょっと現段階で決まってないんで、まだ、時間が。あれなんですけど。 あの、ツイッターの方、えっ、ー、と、ひらがなでハイチって調べてもらったら出てきます。ハイチアットマーク教育 YouTuber っていうアカウントで自分今やります、やってますので、もしよかったらそちらをね、ちょっとチェックして、あの、フォローとかしなくても構わないんで、チェックしてもらえるとありがたいです。あの、その時に YouTube ライブ始まりましたとか、ツイキャス始まりましたも全部ツイッターからリンクを貼るので、ぜひよろしくお願いします。 で、最後、10万人記念イベントですね。えっと、前にダラダラジオで話しましたが、その締め切り、明日、11月26日、月曜日の23時59分です。火曜日になった瞬間に締め切りとさせていただきます。で、現段階で、えっと、会う企画、手紙の企画もかなり多くの方からいただいております。本当にありがとうございます。えっと、まだまだ募集しております。で、明日、明日だねや、明日だ、えっと締。締め切らせてもらってから、 ルートを決めなきゃいけないので,で手紙に関しては、えー、と発送と誰かに当選あなたに当選しましたってのは送りません、えー、と手紙が届いてあ当たってたんだみたいな感じに感じてくださいでと会いに行きます企画の方は実際に、えー、と連絡をしますそこでやり取りをして、えー、決めますので、えー、といつまでってまだちょっと決まってないんですけど あまり遅くな,ない今月中にはね、えっとご連絡できるようにしようと思っておりますので、えー、その点も、ね、ご確認いただけたらと思います。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、駆け足ね、今回も喋らせてもらったんですが、えー、今回は、配置のダラダラジオ第112回、テーマ、11月以降の撮影についてと喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。でおそらくいつも以上にちょっと早口で、あのですね、そうなんです。あの、 いるから <laughs> さっさとさっさと喋んなきゃと思ってちょっといっぱいね一生懸命あの早く喋っちゃったんですがここまで聞いていただいて本当にありがとうございましたで次回113回は11月最初ですねまあちょっと一応テーマこれにしようかなとは決めてるんですが、えっと、まだ決定ではないのであのここで <laughs> 次これとはまだ言えないんですけどもしよかったら次回の方も聞いてみてくださいでは今回はこれで終わります以上ですありがとうございました